はい、こんにちは、アリアです。ドラゴンクエスト3やっていきましょう。ね、おそらく今回が最終回でしょう。多分、もうどうしても勝てねえってことがなければ最終回だと思います。いよいよね、ゾーマ城の中へ進んでいきたいと思います。もういいでしょう、語らなくて。早速進んでいきます。わーお、またこの床か。まあまあ、すぐ行こうか。上に行きたいからこうだね。左に行きたいからこう。で、上に行きたいからこう。ああ、完璧だ。右が黒でしょ。右に行きたいから下。上に行きたいから右。まっすぐ進みたいから右。上に行きたいから右。また上に行きたいから右。よーし。正解じゃねえか。おー、なんかちょっと広いとこまで来たな。ここに下行きの階段か。お？なんだこれは。ん？なんか歩ける。あら、おっさんがいる。なんと、一人の男が怪物と戦っている。なんだそれは。オルテガ、お前生きとったんか。あ、そんなポップな感じで。避けますね。おっさんのくせにやりますね。避けます。随分ポップで強いですね。MP が足りない。自分の MP 把握しておけ。おっと。誰かそこにいるのか。私にはもう何も見えぬ。何も聞こえぬ。もうもし誰かいるのならどうか伝えてほしい。私はアリアハンのオルテガ。今すべてを思い出した。もしそなたがアリアハンに行くことがあったなら、その国に尋ね、その国に住むアリアハンを尋ね、オルテガがこう言っていたと伝えてくれ。平和な世にできなかったこの父を許してくれ、とな。おお、息子ここにおるで。ああ。てか、生きてたんだね。なんか、唐突で、いいことが思いつかねえ。お、非常にそれっぽいところまで来たぞ。なんだこれ。ピラミッド？おや。まぶしい。でかい。ボス大きいね。我が生贄の祭壇によくぞ来た。我こそはすべてを滅ぼす者。すべての生命を我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。我が生贄となれい。いでよ我がしもべたち、こやつらを滅ぼし、その苦しみをわしに捧げよう。うわぁ。あ、さっきのヒドラだ。どうしよう、最後ぐらいちょっと命令しようかな。言ってもすることないんだけどな。ああ、倒した。ああ、じゃあ次はきっとブロスなんですかね。あ、そういうわけじゃない。うわお。あ、やっぱブロスなんだ。くそー、回復すればよかったぜ。よし、大丈夫だね。やりますか。何故もがき生きるのか。滅びこそ我が喜び。死にゆく者こそ美しい。さあ我が腕の中で生き耐えるがよい。いやー、ちょっと、おっさんの腕は。命令しましょうね。それで、そう、光の玉を使わないと意味がないんだな、これは。す
クルト。ピオリネムでいいかな。ねえ、お前その顔でブレス吐くんか。ウバーハもしなきゃ。あたりにまばゆいばかりの光が広がる虹色ですね。おほう、我がバリアを外すべを知っていたとはな。しかし無駄なこと。さあ我が腕の中でもがき苦しむがよい。おお、曲が変わってしまった。もうちょっとやればよかったかな。まあでもその後したら死にそうだよな。どうしましょうかね。バイキリアもしとく？フバーハ、フバーハ。そう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 。フバーハはしておかないとね。痛いなぁ。お前。お前、波動覚えてるんか。マジかいな。待てよ。どうしようかな。お主、ベホマラするじゃろ？で、フバハしましょうね。痛い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 。ものすごく痛い。ベホマ、ベホマ。中にとか入るかな。悩んじゃうよな。まったくその顔でフバーハー必要になるからな。勘弁してほしいぜ。やってしまった。でよ、そしたら。賢者の石で守備力下げて、でザオリックを覚えてるよね。うん、オッケー、完璧だ。殴り殴り攻撃、どうしようかな。バーハー一回しとこうかな。おー、フバーハーして正解だった。ね、うん。まあ悪くない。どうしようかな。もう一回フバーハーしておこうかな。倒したー。結構大変だったな。ゾーマをやっつけた。よくぞわしを倒した。燃えてんじゃんおっさん。だが光ある限り闇もまたある。わしには見えるのだ。再び何者かが闇から現れよう。だがその時お前は年老いて生きてはいまい。わははは。グフ。うおー、チカチカするー。燃えてる燃えてる、脱出しなきゃ。ちょっとここであれ写真撮ってこうぜ。帰ろ帰ろ。あー、おー、ここはあの逸夜の穴だ。ここ呪文使えないマップじゃなかった？ほらー。おや、敵が出てこないぞ。また地震だよ。わあ、すごい暗黒面に座れてく。これ道間違えたら死にそう。大丈夫、多分覚えてる。
ってるぞ、合ってるぞ。確か下側の方を回っていくんだったような。そうだよね。うわぁ。すごい目に悪い。空の方で何かが閉じた音ような、何かが閉じたような音がした。すまねえ、こんなところで噛んでしまった。ああ、眩しい眩しい。帰り道塞がれちゃったよ。あ、晴れた。おお、晴れましたね。あ、ああ、リアハンに帰れない。これ上の世界でロト死んだってなってんじゃねえか。大魔王がいなくなったなんてすごいわすごいわ。だから今日はきっと国中を挙げてのお祭りを歌にします。私はあなた様たちのことを歌にします。はいはい、歌はきっと後の世まで歌われていくことでしょう。どうしましょう、嬉しくって体が勝手に踊り出しちゃうの。いやお前いつも踊っとるやろ。知らせを受けています。ああ、やっぱ同じようなセリフですね。まさかあの大魔王を本当にやっつけてしまう者がいたとは。しかもこのような若者が。何あのオルテガの一粒だね。そうであったか。一粒、息子ってことかな。では、オルテガ殿に。ああ、会いました。なんと、そのようなことが。しかし、この度のそなたたちの偉業。きっと、父オルテガ殿も雲の上から見てるはずですぞ。そうだといいね。沈まれ、皆の者。知らせを受け、そなたたちの帰りを待ちかねていたのじゃ。そなたの帰りか。うん。よくぞ大魔王ゾーマを倒した。そしてよくぞ無事に戻った。心から礼を言うぞ。この国に朝が来たのもすべてそなたの働きのおかげじゃ。大魔王が滅びたためなのか、別の世界に通じていたのは閉じてしまったようじゃが。ああ、上の世界ってことか。ここアレフガルドも光ある一つの世界として歩み始めるであろう。すべてはそなたらのおかげ。そなたこそ誠の勇者じゃ。そなたにこの国に伝わる誠の勇者の証、ロトの称号を与えよう。勇者ロトよ。そなたのことはロトの伝説として永遠に語り継がれていくであろう。ああ、今度は安心して聞けますね。この前はね、音楽の途中で襲われたから。猫と話してる。みんなサインもらってるのかな。隠してロトの称号を受けたアレアはここアレフガルドの英雄となる。だが祝いの宴が終わった時、アレアの姿はもはやどこにもなかったという。そして彼が残していった武器、防具はロトの剣、ロトの鎧として。聖なる守りはロトの印として後のように伝えられたという。あー、聖なる守りはロトの印だったんですね。ロトの印なんか毒沼に落ちてなかったっけ、ワの時。そして伝説が始まった。あー、かっこいいですね。よかったよかった。もう帰れないアリアハンですね。
というわけで、ドラッグ A3 ストーリーはクリアしました。お疲れ様でした。なんとかね、ゾーマ倒すことができました。はい、これでおしまいと言いたいんですが、ルビスがゾーマを倒したら、なんかね、褒美ガル的なことを言っていたと思うので、アフターストーリーというかね、なんかおまけがちょっとあります。次回はそれをやっていきたいと思います。今回はエンディングを見て終了にします。お疲れ様でした。いやー、面白かったですね。ワンツーに比べて随分ボリュームがあったと思います。いろんなね、街っていろんなお話ありましたよね。まあ、お使い系が多かったかな。ちゃんと、下の世界ね、上の世界両方救って無事勇者になることができました。というわけで、お疲れ様です。エンディングそのまま流しておきますので、よかったら見ていってください。お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。